え、それいつまで刺さってるんですか？多分そのうち消えると思う。面白いな、でもこれ。いや、刺さってる人みんな面白いですね。まさかこれでそんなに喜んでくれると思わなかった。いや、面白い。あ、そう。え、なんか毒かかってます？今ね、ゾンビの肉食べたの。え？え？ゾンビの肉食べていいんですか？ゾンビの肉食べた、多分湊さんも持ってると思うよ、ゾンビの肉。腐った肉っていうのが。そう。あ、持ってます、持ってます。それ食べるとね、体から臭い匂いを発する。ほら、F5 で見てみて。うわ、臭い、みなとさん。二人してじゃないですか。近づきたくないですね、ここには。そうだね。え、でもこれ右下の、右下というか肉の色が、あ、そう、よく気づきました。このね、臭くなってる状態はね、あの右のお腹減るスピードがすごい速くなるの。今痛い、痛みだって。あ、また矢増えてますよ。みなとさんのバカにされる対象になってしまう。父さん、いや、刺さりやすいですね。刺さりやすいですね。そういう体質じゃない。そういう体質じゃないです。あれ、どこにいるんですか。違います。こっちこっち。後ろ後ろ後ろ。あれ？こっちこっちこっち。あれ？こっちこっちこっち。どこだ？こ、そのまままっすぐ。あ、いた。こっちこっち。いや、刺さってる人いた。いや、刺さってる人じゃないわ。見やすいですね。見つけやすいですね。見つけやすい。あ、そう。じゃあ、いや、刺さっといてよかった。他にたくさん人いたら、人いたらね、分かんないからね。あ、矢刺さってるトモさんだみたいな。そうですね、僕の話。さあ倒して。あ、ううこれ爆発するやつでは。逃げて。分かってたのにかわせなかったですね、今。でもとっさはもう剣でガードしちゃった方がダメージが。そうだ、忘れてた、ガードありました。ほんの気持ち和らぎます。そんなに変わんないんですけど。なるほどなるほど。これは行き止まりですね、こっちも。お、じゃあもう唯一見つけた通路も、通路も外れ。あら、じゃあせめて鉄だけ回収しましょう。悲しすぎませんか、それ。悲しいですね。惨めな気持ちになりますね、ちょっと。確かに、これはちょっと悲しい。この色が違うのは違うんですよね。色が違うのってどれ？あー、それはね、なんかなんて言ったらいいのかな。それでね、その石はね、あの石の道具の素材にもならないけど石みたいな、石の亜種。え、石の、じゃあ介護館みたいな、介護館、うん、っていう感じかな。冒険って考えたら、家建てるって考えたら、その今の白い石からちょっと綺麗なブロックが作れたりしますね。ああ、なるほどなるほど。家の素材になったりします。あれ、戻ってます、もう。あ、戻ってます。今上、あ、後ろ後ろ、上上、いった、やべ、死ぬ死ぬ、あ、やばいやばい、死ぬ。あ、トモさん、かぶんないんですか。いやな、まあ、バカ言わないでよ。うん、一つのダンジョン行くぐらいに防具いりませんよ。うわ、一つのダンジョン行くぐらいに防具いりませんよ。防具いりませんよ。防具いりませんよ。え、ともさん、やばい、恥ずかしい。あ、なんかともさんのなんか残骸があるでしょ、アイテムが、うん、うわ、めっちゃ楽しいなこれ。なやばい、泥棒がいる。人のアイテム奪えますね、倒す、うん、奪え、まあ死んだらね。やべえ、泥棒がいる。誰か、じゃあレアアイテム手に入れたらわざと倒して、まあ、そういう奪い合いも多少発生するかもしれないけど、仲間だから、仲間同士で物を奪い合ってもね。うわ、ちょっと待ってください、これ倒してる皆さん、それ死にます。だってあいつ連続でずるいですよ。え、何、ちょっと待って、これ戻れないんだけど。あ、もう、あ、ちょっと待って、これ、あ、やば。あ、じゃあ皆さん、ここら辺に復活するな。ちょっと待ってよ。そっか、今どうやっても倒せないんですね。そう、倒せないことないけど時間かかっちゃいますね。痛い。また矢刺さってる。矢刺さった人についてきて、生きてる、なんとか生き残って。あれ、皆さんどこで死んだんだ、はい、洞窟の中だよね、皆さん最初に死んだの。そうですね。どこだ、ないですか、アイテム。どんなところで死んだか分かる。え、もう普通に、あ、死んだ。5分経った。経ちましたよ。トモさんがヤーと刺さってる間に5分間経ってますよ、もう。いや、全ロスだわ、これ。え、あんまないんですか、そういうことって。ね、まあ初心者の頃はあるけども、あの、うんうんうん、もう5年もやってる僕がこれをやっちゃまずいよねっていう。ああ、じゃあもうコメント欄で笑い物にされますね。コメント欄でも本当にあの叩かれてます、きっと今。叩くんですか。怖いです。何やってんだよみたいな。いやー、ぐだっちゃいましたね。ぐだっちゃいましたにょーん。にょーん。にょーん。もう動揺が隠しきれない。ですね。あ、じゃあ石の斧あげます、斧。え、もう作ったんですか。今作ってよ。さすがですね。石の斧、剣、鶴橋。すごい。
こうやっていいところを見せていくんですね。ですね。皆さんちょっと待って。え？何この切り方。何してんの？これ。これ？うん。いや切ったんですけど。切ったけど。入れなかったんですよ。だから掘らないとこういうふうに。あ、そうや。あ。そうやって。これ。なんで関西弁な。関西人じゃないでしょ。いやびっくりしちゃった。入れるんだこんな。入れる入れる。でこの幹を全部こうやって切ってください。斧だと早いから木切るの。早かったですね。そう、うん。届かなちゃった。幹の一番下しか切ってないじゃん。どこ入れなかったんですもん。いや入らなくてもなんか工夫してくださいよ。頑張ります。じゃあ。こんな風に木切る人初めて見た。幹の一番下だけ切って届かないで取らないでやめるって。いや忘れてたんですよこれ。掘ってこういう風にガン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 。オッケーオッケー。オッケー。よし、オッケーです。はいはい。さてどうすっかな。リベンジしますか。でもダンジョンもうないですよね。何も。ないですね。別のダンジョンですか。そしたら別のダンジョン探しに行きますか。うちの左前方、あ、ウサギさんがいる。ウサギさん、ウサギさん、ウサギさんさすがに食べないですよね。ウサギさんを一応食べる餌にもなります、倒すと。けどウサギさんは好きなんで倒しません。あ、ひいきですか。はい、ひいきです。私はウサギ好きです。ひいきです。引いたよ、月見ライダー。ん、月見ライダー引きましたよ。あ、引いたんですか。引きました。ありがとうございます。ここ洞窟だと思ったら洞窟じゃなかった。今目いいなと思ってたのに。そういうこと言わないで。あ、です、ね、羊がいる。羊は倒しましょう。羊は倒しちゃうんですか。はい、そうするとね、羊毛になってね、ベッドが作れるようになる。あ、肉じゃなくて。肉じゃなくて。うわ、叩くときは剣か斧で。これやっぱ辛いですよ。え、辛い？もう全然平気だけど。だって逃げてますもん、めっちゃ。それはだってやられる前に逃げるでしょ。それを追いかけて殺すんですよ。いやー、うわー、うわー、むこい。なんか色違うやついる。色違うやつも倒しちゃいます。ちょっとだけレア。ほうほう、高く売れるんですか。売れはしません。売れないのか。売れません。トモさんの印が。目印していきましょう。見つけました。お、洞窟っぽいところ。おそらくまた中何も入ってないとこじゃないですか。やべえ、それ言われると。繋がってないとこですよきっと。どうだろう。いや、うわ、スケルトンいる。どうしよう。うわ、トモさんの天敵じゃないですか。倒してくる。いて、あれ、近づかせてくれないん。近づかせてくれないんだよね。 いて、はまった。2匹いますよ。いや大丈夫かな。あ、でも鉄の剣じゃないんだよな。あ、皆さんが今ターゲットもらってくれたおかげで倒せた。ナイス、活躍しましたね。活躍しました。あ、結構いい洞窟かもこれ。ちょっと待って、ね、ここにちょっとキャンプする。あ、臨時の拠点ですか。臨時のちょっと拠点を作りましょう。了解です。シャベル作ります。 OK。 上は何でもいいんでしたっけ。石でいいんですか。石か、うん、木か、石のがいいですね。石のシャベル作りましたよ。お、頼もしくなってきましたね、皆さん。この程度楽ですよ、そりゃ。お、言うね。言うね。はい。で、シャベルを？シャベルでちょっとここに穴を掘ってほしいんですよ。まあ、こっからまっすぐ掘ってもらおうかな。で、中にちょっとした部屋の空間を作ってほしい。了解しました。え、でもこれ、石があるんで掘れないですよ。そういう時はピッケルにチェンジを。ほうほうほう。あ、本当だ。また鉄出てこないかな。鉄出てきたら嬉しいけどね。これシャベルいらなくないですか。ピッケルが一番早くないですか。まあ石掘る。皆さんどこまで掘るの。え、ちょっとした掘らない。ほら、部屋ができればいいからここら辺に。なるほど。なんでその掘り掘り始めちゃうの。いや、まっすぐ進むの楽しいんで。楽しいけど止まんなくなっちゃいますね。気持ちわかる。あ、こういうことか。おー、おー、いいね。よっしゃ、準備万端です。ですね。うわ、え、待って、いるよ。もういる。うわ、いるよ。待ち構えてますよ。やば。うわ、いや、刺さった。ちょっと待って、倒しちゃおう。
ってなんで笑うの人が矢刺さると。いや、トモさんは面白いなと思って矢刺さってると。港さんを守ってあげたのに。やばい、結構深いよ皆さん。これ松明必要だね。松明作りますか。じゃあ松明作りましょう。いきますか。ではいっけー。でも入り口だけであんなたくさんいたらやばいですね。だね。ちょっと皆さん、あれ松明作りました。松明作ってない。皆さんの方作れる松明。何でしたっけ材料。木の棒と棒の上に石炭1個のっければ OK。 石炭がないですね。あ、ないんだ。じゃあ行きましょう。俺30本今作ったからすごい一気に作っちゃうよ。さすがですわ。暗い。お、これはでもトモさんとあかりですね。これ何頼りにしてます。じゃあ任して。もうミスらないっていうか、もうまた息止まり。うわ、クリーパーにタイル。お、倒せガード。よし、オッケー。あ、まだいる。間に合わない。ガード倒した。おー、オッケー。いい。ガードの反応が早くなってますね。さすがですな。あいつすぐガードしないとな。そう、ダメですね。あれ一周してきちゃった。回ってきましたね。回ってきました。では残りあそこだ。うわ、また嫌な音がする。どこだ。もうやだ、こいつトラウマになりそうです、この音ね。こいつ強いんですよ、結構。うわ、もうやだこいつ、本当に。倒したあれ、まだいる。どこ。もうトラウマになりますよ、本当に。また俺が矢刺さると喜んで楽しい。なぜ宮津さんも刺さって、 F5 で見てみて。皆さん顔に刺さってるよ顔に刺さってる。気づかなかった。そっか、人が刺さってるときは自分も大体刺さってるのか。食らってればね。わあ、自分も面白く食らってたんだ。じゃあ、ね、スケルトンが多い。なんでこんなスケルトン多いんだ。そこ、それだけ難易度が高いということは、ということはなんかいるのかな。それ関係します、そのなんか難易度と。ああ、来た、皆さん来た。大当たり。え、何ですか。モンスターハウス。お、今スケルトンばっかり出てきたから、なんかモンスターハウスあんのかなと思ったら本当にあった。え、でもモンスターハウスってハズレが多いって言ってませんでした。いや、ハズレ多いけども、一応でも敵はモンスターハウスの難易度は。あ、でもゾンビだ、ゾンビの、ほらモンスターハウス。うわ、本当になんか拠点作ってる。ゴー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 。ゾンビは倒しやすいでしょ。余裕ですよこいつ。もうどこです。モンスターハウスの封印の仕方は、あの光ってるブロックあるでしょ、あそこから敵が生まれるんだけど、うん、あれの周りに松明を3本以上刺すの。やってみます。刺してください。お、いいね。生まれるかな。お、うまい。封印した。早い。来た。でそしたら宝箱を開けてください。お、お楽しみの時間ですね。楽しみ。うん、まあ、大体外れだけど。どうやって開けるんです。右クリック。お、お、お、まあ。レコードとか出てきましたね。レコード、音楽が一応聞けます。レコード取った方がいいのあります。なんか、あ、全部取っちゃいましょう。ほうほうほう。糸とかいるんですかこれ。糸多少ね、役割ありますね。あ、鉄の馬の鎧、これはいいですね。あとサドルも手に入った。あ、いいね。これも壊しちゃおう。そこそこいいやつ。そこそこいいやつ。こっちは？もう一個、2個あるんだ。おお、ん、なんかあります。え、名札とダイヤの馬の鎧が手に入った。いいんですか。いい。これ俺持っときますね。え、なんで。横取りですか。トモさん、横取りです。え、そんなそんなずるい。今すごいスピードで奪っていったな。さっとね、さっとすごい勢いで取ってった。え、大当たりじゃん。港さん、じゃあ後で港さんに馬のダイヤのやつ遊ばせてあげるよ。お、楽しみ。馬仲間にできるんですよ。え、乗れるんですか。そう、乗れる。すごい速いよ。そう、楽しみだな、それ。それダイヤだとなんか違うんですか。ダイヤだと馬が強いですね、はあ、普通のより、うん、なるほど。来たやったー、故郷に帰れる。やっと、あ、帰ってきたやったー。トモさんもめっちゃ嬉しそうですね。いや、嬉しいよ。だって最初大失態だもん。港さんを連れてかっこいいところ見せようとしたら自分も一緒に死ぬっていう。あー、オッケーですね。帰ってこれた。お、育ってるかな、ね、これ。うん、これちょっと茶色っぽくなってるのが完全に育った。で、まずやること、かまどに鉄を入れます。あ、そう、うお、すごい持ってるね。掘ってました、もう僕ずっと。いいね。
で、まあ、心地掘ってましたよ。いいね、掘っとけば OK できると。できる。でここ右クリックして大事なものを入れる。ポン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 。そのサクサク入れられますこれ。うんとね、シフト押しながらクリックすると一気にポンって上に行く。あ、便利だこれ。あ、そうそうそう。まあ、いらないもの的なので言うと、皆さん結構大事な、え、全部入れるんじゃないですか、俺全部入れちゃうと思った。ストップストップ。ね、皆さん待って。よし、無事に帰ってこれました。ここどうでしたか、最初の冒険は。いや、トモさんが頼りになるようなならないような。ちょっとね、最初の洞窟に関してはちょっとやってしまいましたね、うん、やらかしましたね。やらかしましたね。楽しかったですか、冒険は。めっちゃ楽しかったですね。よかった。一応当たりは引けたんですよね。なんかあの当たり引けましたね。ただダイヤモンドが欲しいですね。あ、じゃあまたの機会ですな、それは。またの機会ですね。E を押して骨を、うんうん、その右上の四角に1個入れてみると骨粉になるんですよ。骨粉になりましたね。そう、骨粉をまあ2つくらいクリックして6個作って、で手に持つ。手に持つ。はい、ちょっと待ってください。いいですよ。手に持ったら育ってない小麦に向かって右クリックしてください。うわ、え、肥料ですかこれ。そう、肥料になる、骨だから。はあ、こうやって肥料。こんな裏技あったんですね。そうすると早く小麦が育つ。ちょっと1個限界まで育ててみていいですか。いいですよ、どうぞ。あれ、あ、あの、茶色くなってるのはもう小麦。もう終わりですかこれ。そう、終わり。あ、そう、それで終わり。お、育ってきたな。育ってきましたね。お、いいね。じゃあ3つ小麦壊してみてください。壊すとは剣でクッティン。剣っていうか、まあ、素手でも何でも。お、なんかできた。そう、ん、種。種だけど、その奥にね、ちょっと見えないけど今小麦があるから、ちょっと奥進んでみて。え、でも進んだら、あ、普通に歩く分にはね大丈夫、飛ばなければ。いつも僕飛んでたんですね。そう、飛んでました。で小麦が手に入ってるはずも、いい、押せば。お、ある。そうで、それを3つ手に入れてほしいんで、ちょっと3つ壊してください、小麦を。了解しました。オッケー。で、クラフティングテーブルを右クリックして、小麦を横に3つ並べてみて。何を作るんだこれは。何ができるかな。きたー、何ができた。パンができた。やったー。おめでとう。肉しか食ってなかった。やっと炭水化物。さあ、食べて食べて、港さん。あー、美味しいな。美味しい。うん、終わりか。終わりだ。これ肉と変わんないですね。肉と変わんないですね。食べて終わり。で、あと皆さん今種手に入ってるだろうから、種をまた植えてください、畑に。ああ、これの無限ループができると。そうそうそう。いやー、でも自分で作ったのは美味しいな。でしょ。そういう自給自足が楽しめるのもマインクラフトのいいところですね。こうやって畑広げていくと、もうあの肉食べなくてもあとパンだけで生活できるようになります。それはちょっと味気ないですね。味気ない。たまにはね、お肉も食べたい。お肉食べたいですね。うん、んというか、これ別の作物は作れないんですか。あ、ね、じゃがいもとスイカと人参とまだまだいろいろ育てられます。おお、いいな。5、6種類。もっと広げましょう。じゃあ、お、広げましょう今度ね。皆さん寝ましょう。さあ、最後拠点の中で寝ますか。はい、ちょっとベッド一応離します。話するとき話していきましょう。話していきましょう。ちょっと目隠し話した方がいいです。こう目隠し作るわ。え、よし、ほら、こう壁があった方が寝やすいっしょ。おお、こうしとくか。じゃあそっち港さんの部屋ね。わかりました。うわ、なんかでもこれ亀裂入りません、僕らの間に。なんで、入んない、入んない。大丈夫大丈夫、お互いのプライベート。ちょっと俺の部屋の方が広いから、ほら、先輩だから。大丈夫。あ、ほら、ずるいですねそれ。皆さんもうこうやって広げたらいいんじゃない、こうやって。あ、そっか、なんでもいいんだ。はい、なった。ここで何すればいいんですか僕。え、港さんの部屋。あ、でもここ落ち着くかも。この囲まれてるスペース。どういうこと。じゃあ、はい、これでいい。いやー、助けて。そこ掘ればいいんだ。そうそう、もう自由自在だから、マインクラフトはそういうことを、ね、ちょっと覚えておいてください。またやりましょう今度。そうですね、ぜひぜひ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。